ってって言ったらあんまさい年上シージャーウッドゥウッドゥ1年徹夜の指南中講座はい、まあ、沖縄にキャンプに来ているということで沖縄出身である僕が沖縄の方言七七口を教えていきたいと思ってます。それでは早速教えていきます。知ってるのあります？はい、はいさい、はいさい。意味は？なあ、俺見あ、こんにちは、こんにちは。あ、挨拶なんで、あ、挨拶する。他にはナンクルナイサー。あ、ナンクルナイサー。アチャーヤ。アチャーヤ、さっきエレベーターでしょ。アチャーヤはまた明日ね、帰る時にアチャーヤまた明日ねっていう。他は知らないですか？シバリオ。あ、ありがとうございます。あれ、すごい使っちゃう。ちょっと流行らしたいなと思って使ってるんですけど。シバリオは、シバリオはまあ頑張ろう、頑張ってみたいな。サッカーで使いそうなのが、年上、同級生、年下。なるほど、年上って言いました。年上、シージャー、ショルツシージャー、先輩。で、ジリーが同級生。俺と松尾同級生。後輩が、ウッドゥ。だから、アツキウッドとかは言わないけど、シージャーだけかな、シージャーは名前につけんの？先輩って言うんだから、ショルツシージャーは。ショルツシージャーは。食べない。食べない。これは何て言うでしょう？和紙とうかん。和紙とうかん？和紙とうかん。どういう時に使えるかって言ったら、あっみたいな。あ、ごめんごめんみたいな。なんかこう言われて、あ、ごめんごめん、わしとったん、わしとったん、忘れてた。おー、正解正解正解。忘れてた、ちょっと忘れてた。ヒントだね、ヒントだね。いいっすね、いいっすね。そんな感じで教えてみてください。沖縄で、おばあちゃんが家に行った時にされる攻撃があって、攻撃？仮面仮面攻撃って言うんだけど、どういう意味？仮面仮面ですか？あ、ちょっと待って、これは何も言ってない。だからおばあちゃんって言ったらもう全部仮面仮面で言ってもう何でもなされるみたいな感じで。じゃあアンマサイ。アンマサイ、ヒントじゃない、ヒント。あー、答え言っちゃいそうなんだよ。誰かアンマサイ人いるかな。人に使うと。いや、人も使えるし何でも使える。これ何かやってって言われたらアンマサイって言う。えー、難しいか。あんません、めんどくさい。じゃあ、どう、まあ、デイジとかは分かるよね。デイジは広めっちゃデイジ、とてもベリー、そう、ベリー。どうすか、デイジ、デイジうまい、デイジうまい、デイジ熱い。もう何でもデイジで強いそうな。デイラーみたいな。あ、そうそう。あとは、じゃああれ、知らんちゅ。知らんちゅ。知らんちゅ。知らない人。おお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 。マヤ。マヤ。Then we have to be an example of phrase using マヤ。ヒントはいらない。ヒントは軽く言います。動物。行きましょう。動物。マヤの散歩しない。え？マヤの散歩しない。ああ。違う。これは犬ですね。犬。犬じゃない。マヤ釣りに行く？違う。マヤ釣ったら大変。デイジ、デイジマギーマヤだなって使います。え？デイジマギーマヤだなって使います。じゃあなんとかの何々、めっちゃ大きい、マギーが大きいだから。でかい。ネズミ。あー違う。猫。猫。あ、猫正解。全然プラス会社がない。他の子あったかな。でもなるべく無理作ってほしいですね。マーサイビー。これも結構使う。知恵に1回は言うかな。マーサイビー。これも人に言うやつ。使うシチュエーションみたいな。答え出ちゃうよ。これデジマーサイビーですね。かっこいい。あ、違う。久しぶり。あ、美味しそうですね。美味しい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 。じゃあ、ヌー。ちょっと、あんまりよく、よくないことないけど、こう、台湾の一言目に言われて、ヌーっていう。その場合、いや。あー、違う。あ、そう。なんか、What? 名前呼ばれたら何みたいな感じで、ちょっとヤンキーが使われちゃう。最後、アファー。アフロヘア。違う。面白い。面白い。
ャファーだったりさーっていう久しぶりの目上の人とか、あんまり仲良くない人とか、目上の人とか、あ、緊張、まあちょっと近い、緊張近い、あ、そう、すごい、めっちゃ考えるやん。あ、ごめんなさい。最後に、今まで出た文みたいなやつ、文じゃあ、一回しつくんが沖縄弁だけで、あー、それやってたんですね。そうです、あんまそうなったら分かんないけど、それを言ってもらったら、OK、 ちょっと汚い言葉で大丈夫ですか？大丈夫です。やのいなぐやなかぎだな。一人のもございます。やいなぐやなかぎ、だから3段だな。やのいなぐやなかぎだな。見してみ、やのいなぐしんやなかぎみたいな。3段とか見せてって言ってやろうか。あ、まあその方が多いかな。このじゃないな、俺の。あー、惜しい。お前の、そうそう、やがお前、いやの、あなたの、いなぐ彼女、彼女微妙だな。いや、そんな、優しくない。彼女も最後だな。逆が、チラカーギ、チュラーギとか言うじゃないですか。チュラが美しい、チュラカーギ、もう一回言って。いやの、いなぐ、やなかぎだな。いやの、いなぐ、もう一音ぐらいですか。ブラフジだな。だなはまあ、普通にだなーいいだな。ブラフジ、どんなテンションですか。シンフラフジ、ちょっと分からないか。試合中、サッカー中使える。あー、あんま使わないかも。ふざけてる人とか、バカしてる人に使うかもしれない。フラフジーだろ。一旦語、一旦語だな。一旦語かな。答え聞きましょうか。いや、待ってください。フラフジーだろ。あ、でも言っちゃったかも。じゃあ、アホみたいだね。フラフジーだな。アホ。答えですよ。これ、そういうことだね。ちょっと最初バカみたいな、バカな感じ言っちゃったら、ちょっとおろしたくない。感想あります？難しかったですか？聞き取れないです。ガチでしゃべったら分けてくんないと。じゃあこの企画で覚えた沖縄弁1個早出すの決めましょう。もう忘れちゃった。デイジ、とてもデイジでいきましょう。私の流行を目指してお願いします。あります。じゃあ、しくにげーさびな。これ、すごい気持ち難しいですからね。レイジ、YouTube 見てくださいね。あちゃーや。